レーダーチャートを見ると全体的にもう全くと言っていいぐらい隙がなくて。はい。どうも皆さん、こんにちは。ララママです。今回はね、ずっと要望の強かった動画になります。題して、2024年、ながら聞きイヤホンランキングトップ5。耳を塞がず、周りの音を聞きながら音楽を楽しむ。ながら聞きというスタイルが最近流行っていて、欲しいんだけど、どれを買ったらいいか悩んでる方にかなり参考になると思います。今回もですね、15項目を10点満点、合計150点満点で点数をつけてランキングを出しました。レーダーチャートにまとめたので、より見やすく、特徴がわかりやすいと思いますし、音質の傾向グラフにより、どのジャンルと相性がいいかもわかりやすいようになっています。ただすごく大事なことなんですが、よくランキング動画を出すと、とりあえず1位のイヤホンを買えばいいやってなる方が多いんですけど、それはね、絶対やめた方がいいです。ランキングの点差も結構ね、僅差だったりするので、こんな方はこれがおすすめとか、ここを重要視してる方はこれとか、わかりやすく紹介するので、自分の価値観に合ったイヤホンを選んでいただければなと思います。そんな感じでこれからもイヤホンを紹介していくので、チャンネル登録をよろしくお願いします。では第5位からいきましょう。第5位は、こちら。サウンドピーツ GoFree2。 レーダーチャートを見ると極端に低い項目もなく、バランスのいいイヤホンであることがわかります。その中でもね、10点満点と一番評価が高いのが価格ですね。なんと7880円で購入できるので、今回ランクインした中で一番コスパが良くて、できるだけ安くていいながら聞きイヤホンが欲しい方はサウンドピーツ GoFree2 がいいと思います。装着感も8点と十分なクオリティで、こうやって耳の上に乗せるだけで音楽を楽しむことができます。よく質問があるのが、メガネと干渉しませんかっていうことなんですけども、まあ、若干ね、まあ、干渉してしまう感じはあるんですけども、それでもね、こうやって見てわかる通り、全然で問題なく使うことができます。スペック表の赤く示した部分が装着感に関する項目なんですが、落としにくさがね、二重丸じゃなくて丸になってますが、それでもね、全然落ちることもなく、こうやって頭振ってもね、問題ありませんから、スポーツでも安心して使えますね。あと9点とつけているのが再生時間で、イヤホンだけで最大9時間、バッテリー搭載のケースに入れて充電することで最大35時間も再生できるので、まあ1日5時間使ったとしても、7日持つ計算ですから、1週間はね、充電しなくても使えるので十分な再生時間ですよね。操作性は7点とめちゃくちゃ高いわけではありませんが、アプリにも対応で、音質などを好みにカスタマイズできるし、2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しています。ただ操作内容をアプリで好みにカスタマイズできなかったりするので、機能性はそこまで高くないですし、操作性も7点になっています。まあ値段を考えればね、アプリやマルチポイントに対応してるだけでもう十分なんですけどね。ながら聞きイヤホンの一番のデメリットである音漏れも7点とね、そこまで高くなく、まあ音量上げればそれに準じてね、やっぱり漏れてしまうかなという感じです。なので音が漏れてないか心配になっちゃうっていう方は、もう少しこの金額の高いものを買った方が心置きなくね、音楽を楽しめると思います。ただ本当にこの静かな場所ですね、図書館とかね、そういう場所で使わない限りほとんどね、気にならないと思います。詳しくは下にね、どれくらい音漏れしたか検証したデビュー動画のリンクを載せておくので、そちらを参考にしてみてください。そして音質は低音と高音が6点とクオリティはあまり高くなく、まあ値段なりなんじゃないかなと思います。ただ中音が8点となっていて、ボーカルはね、価格以上のクオリティでしっかり楽しむことができます。音質の傾向グラフを見るとこんな感じで、低音よりの迫力重視の音ですね。ロックはね、ボーカルをしっかり楽しむことができるので85点にしていますが、 EDM はやっぱりこの密閉しないながら聞きイヤホンなので重低音までは出ませんから80点となっています。クラシック系なんかもそこまで繊細な音は出せないので、さらに低くなっています。なのでボーカルを中心にロックや EDM を楽しみたいなら、十分満足いく音質なんじゃないかなと思います。7880円というコスパの良さで、例えばすでにね、ノイキャンのイヤホンを持ってる方なら、ながら聞きイヤホンはね、できるだけ安く実用的なものが欲しいという方は、間違いなくね、サウンドピーツ GoFree2 がおすすめです。ここまで安くてしっかりとしたながら聞きイヤホンはないですね。そして第4位は、こちら。アンカーのサウンドコアエアロフィット。アンカーはね、1位になるんじゃないかなと思ってましたが、他のメーカーが良すぎて4位になりましたね。だってこれレーダーチャート見ても全然隙がなくて、すごくバランスのいいイヤホンなのがわかりますよね。これで4位なんだから、今回のランキングレベル高すぎなんだよな。まず10点満点なのがバッテリー性能と操作性ですね。再生時間はイヤホン単体で最大11時間、ケース込みで最大42時間とめちゃくちゃ長いんですよね。しかもね、先ほどのサウンドピーツと比べても、むしろこの薄くて小さいくらいなので、それで42時間も再生できますから、さ
すがこの充電器で有名なアンカーですよね。ただ残念ながらね、ワイヤレス充電には対応していないので、やはりながら聞きイヤホンはですね、ワイヤレス充電に対応してないことがほとんどですね。操作性も10点満点で、1タップと2タップ、あと長押しを左右別々で好きな操作に設定できるので、本当にこの使いやすいようにカスタマイズできて文句なしですね。機能性は9点で、アプリでね、音質も細かくカスタマイズできるし、 3D オーディオにも対応で立体音響を楽しむこともできちゃいます。まあ、そこまでクオリティが高いわけではないんですけど、広い空間でね、ゲームや映画を楽しめるし、何よりこの耳を塞がない分、さらにこの広い空間で楽しめるので、ながら聞きイヤホンと立体音響ってめちゃくちゃ相性いいんですよね。そして音漏れのしにくさは8点と少ない方には入りますね。ある程度はこの音漏れをね、少なくしてくれる技術が搭載されていて、音がこの拡散せず、まっすぐね、耳に届くようになっています。そして装着感も8点と十分な点数で、この耳の上にね、こうやって乗っけるようなタイプになっています。イヤホン自体もね、これかなりコンパクトなのがわかるかと思いますし、頭を振っても全然落ちることもなく安心ですね。それにこれ防水性能が IPX7 とめちゃくちゃ高くて、常温の水で、まあ、水深1メートルに30分水没させても内部にね、水が入らないので、まあ、運動時に汗をかいたとしてもね、このジャーッと水洗いすることもできて清潔に使うことができます。なのでこのより激しいね、運動、まあ、ランニングとかをする方はエアロフィットかなりいいんじゃないかなと思います。価格も8点と、まあ、再生時間や防水性能も超高くて、マルチポイントにも立体音響にも対応していて、16,990円ですから、コスパもめちゃくちゃいいですよね。またカラーバリエーションも4色と豊富なので、まあ、好きな色を選べるのもいいですよね。イヤホン本体もコンパクトなので、まあ、5位のサウンドピースと比べても耳の小さい女性の方にもフィットしやすいのも魅力です。音質は全体的に7点から8点と大きく点数が低いわけではなく、バランスのいい質感ですね。なのでバランスもちょうど真ん中だし、音質もウォーム、まあ柔らかすぎず、クールの硬すぎる感じもなく、ちょうどいい質感です。アンカーらしい迫力重視の音質で、空間がこう広いというよりかは、まあ、距離が近くて密度の濃い音質になっているので、ロックの迫力をしっかり楽しめます。 EDM は正直そこまで重低音が出てるわけではないので、まあ、楽しめないわけではないんですけどね、やはり少し物足りない感じはあるので点数は低めです。 J-POP も85点と十分な点数ですが、まあ、音の数が増えてくると、まあ、少しごちゃつく感じはあるので、まあ、90点にはいかなかったですね。迫力重視なので、まあ、ジャズやクラシックなどの繊細さを楽しみたいジャンルとの相性はいいとは言えないので80点となっています。なので再生時間と防水性能を重要視している方や、全体的に隙のない性能と16,990円とコスパのいいながら聞きイヤホンを求めている方におすすめです。そして第3位、こちらクリアアーク2。僕の中ではもうダントツで一番音質のクオリティがいいと思いますし、機能性も10点満点と全くね、隙のないながら聞きイヤホンなんですが、やはり価格がね、他のイヤホンと比べると結構高めなので、まあ、それが原因で3位になってしまいましたね。まず機能性が10点満点と高く、2台同時に接続できるマルチポイントにもちろん対応しているし、空間オーディオにも対応で立体音響を楽しむこともできます。しかもね、頭の動きを検知するヘッドトラッキングにも対応しているので、かなりクオリティの高い立体音響を楽しめます。そして音質やね、遅延にね、影響のあるコーデックは、なんとハイレゾコーデックの aptX Adaptive だけじゃなく、CD と同等の 44.1kHz 16bit の音源をロスなくね、ワイヤレス再生できる aptX ロスレスにも対応しています。どうしてもワイヤレスで伝送するのにロスが出てしまって、有線よりも音質が悪いイメージがあると思いますが、ロスがないね、aptX ロスレスに対応なので、もう有線レベルの情報量で音楽を楽しむことができます。なので音質にこだわる方はもう間違いなくクリアアーク2がおすすめです。ただ立体音響もaptX ロスレスも対応のね、Android スマホと一緒に使わなければいけないので、ここだけはね、注意が必要です。もちろんアプリにも対応なので、まあ、音質や操作内容も細かくカスタマイズできますし、頭の動きだけで曲をクリア曲戻し電話に出ることもできてしまいます。かなりこの高精度なこの頭の動きをね、検知するセンサーが搭載されているんですね。曲をクリア曲戻しはこの頭を横に振ることでできるんですが、僕はその曲をクリア曲戻しは自分でね、タップで操作したいからオフにしてるんですけど、電話に出るのはこう縦にこの2回首を振るだけで出れるので、これはね、よく使ってます。特に僕はまあ料理とか掃除とかね、何かしながら音楽を聴くことが多いので、料理をしてる時、この肉を切ってる時にこの電話が来た時なんかはもう手を急いで洗ってなんていうことしなくても、2回こううなずくだけで電話に出れて、そのまま通話しながら料理もできちゃいますからね、最高に便利です。ただね、このタップした時にこのピーとかポーとかこの言ってくれたらいいんですけどね、何にもないからちょっとこの操作しにくくて、まあ、それで点数を下げて8点にしてます。あとは便利機能という項目がありますが、ここはまあ一般的ではない少し特殊な機能が搭載されている場合に記載しています。クリアアーク2はケースにね、除菌機能がついていて、
汗が付着してもね、清潔に使えるスポーツエディションと、こういうね、USB Type-C に接続することで、AptX Adaptive の低遅延と高音質を楽しめるゲームエディション。そしてそういう特殊な機能が搭載してないミュージックエディションの3つがあります。特にこういうね、ゲームエディションは、iPhone 15シリーズの USB Type-C とか、まあ、ノートパソコンのね、USB Type-C に挿すだけで、ハイレゾを楽しめるし、あとこれね、ボタンが搭載されていて、2回カチカチっと押すと、低遅延のモードになってね、ゲームや映像も楽しみやすくなるので、これを挿すだけで気軽にね、高音質と低遅延両方ともね、楽しむことができるので、価格はちょっと高くなっちゃうんですけど、めちゃくちゃ便利だと思います。そしてね、一番使ってみなければわからない部分として、ながら聞きのしにくさと音漏れが7点と、少しこのね、点数が低くなっています。これなんでかっていうと、音質がね、もうあまりにも良すぎて、すごくこの輪郭のね、くっきりした情報量の多い音なので、やはりこの少し音が漏れやすいみたいなんですよね。一応ですね、ダイレクトサウンド構造ということで、音がまあその広がらずに、まあ、ダイレクトにね、耳に届くような構造にはなっているんですけど、まあそれでも2位や1位にランクインしたイヤホンと比べると明らかに音漏れは多い印象ですね。ながら聞きのしやすさに関してもこれもね使ってみなきゃわかんないんだけど、音質がすごくはっきりとしていて情報量の多い音なので周りの音以上に存在感があるんですよ。なのでなんか周りの音が聞こえにくく感じるんですよね。それくらい音質がいいんですよ。ただ耳を密閉するようなイヤホンと比べればもちろん周りの音はしっかり聞こえるので、ながら聞きはできるんですけど比較するとっていう感じですね。そして音質は中音が10点、解像度も10点とかなり評価が高いことがわかります。低音から高音までバランスいいし、音色もね、ちょうどいい質感で聞きやすいし、まあ、迫力というよりかは繊細に鳴らしてくれるイメージですね。ロックや J-POP はしっかりボーカルの表現を楽しめるし、楽器の音もしっかり聞こえるので、もう耳を密閉するカナル型のようなレベルで楽しめます。ただね、EDM はね、そこまで重低音が出るわけではないので、やはりもう少し出てほしいなっていう感じはあるので、85点となっています。ジャズやクラシックも結構繊細な音を楽しめるし、高音もね、上の方までしっかり出ているので、バイオリンのね、美しい響きを楽しむことができましたから、90点台となっています。もう合わないジャンルはなく、しっかり表現まで楽しめるので、やはり価格が高くても音質重視の方、そして立体音響やコーデック、ヘッドトラッキングにも対応していて、まあ、低遅延にできるね、USB のドングルが欲しい方におすすめしたいですね。そして第2位。こちら、JBL サウンドギアセンス。レーダーチャートを見ると全体的にもう全くと言っていいぐらい隙がなくて、7点以下がそもそもないんですよ。先ほどのクリアアーク2みたいに価格も高すぎず、ちょうど2万円なので、77年の歴史があるね、JBL とは思えないコスパの良さですよね。まず一番特徴的なのが、音漏れが非常に少なくて10点満点となっています。JBL オープンサウンドテクノロジーという逆位相サウンドをぶつけることで、音漏れを少なくする技術が採用されています。先ほどのクリアアーク2やアンカーは、できるだけこの音を拡散させずに直接的に音を耳に届けることで音漏れを少なくするタイプだったんですが、 JBL はもう漏れた音を打ち消すというノイズキャンセリングに近い技術が採用されているので、そりゃ音漏れ少ないですよね。やはりながら聞きイヤホンの最大のデメリットと言ってもいいのが音漏れなので、音漏れが気になる方は JBL がいいんじゃないかなと思います。他にも機能性が9点で2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しているし、アプリでね、音質や操作内容も好みにカスタマイズできます。あとは低遅延にできるゲームモードもあるので、ゲームや映像なども楽しみやすいです。それに便利機能にネックバンドという風に書かれていますが、このような左右のイヤホンを連結できるネックバンドになっています。まあ、こんな感じで普通に差し込んで使うことができるようになります。まあ、このように挟む力が加わりますから、より安定的でランニングやスポーツをする時にも安心して使えるようになります。もう全くブレることもないですね。防塵防水性能も IP54 と、汗が付着する程度であれば全然問題ないですし、防塵性能にも対応なので、まあアウトドアとか登山でも安心して使用できます。装着感はこうやって耳の上に乗せるタイプになっていますし、こうやってね、高さを調整することができます。これがですね、一番下。で、一番上にすると、こんな感じで、これが一番上です。で、一番下にするとこんな感じ。高さを調整することができるっていうのも大きな特徴ですね。なので、ながら聞きのしやすさっていうのも9点にしていて、まあ、こうやってね、耳の真ん前に持ってくれば、あまり音量上げなくても、しっかりとした音質を楽しむことができますし、周りの音をね、よりしっかり聞きたいときはね、上の方にこうやって上げれば、よりね、耳の前が開いてながら聞きもしやすくなるので、かなり使いやすいですね。唯一気になるのは、少し再生時間が短くて、イヤホン単体で最大6時間、ケース込みで最大24時間
間となっているので、まあ、今回ランクインした中で一番短いですね。しかも42時間。倍近く再生できるアンカーと比べても結構 JBL の方がでかいんですよね。なのでこのおそらくこの逆位相の音でね、打ち消すのにバッテリーを使ってしまうんじゃないかなと思うので、まあ、ここは仕方ないのかなと思います。音質は中音が9点と高く、ボーカルをしっかり楽しむことができますし、解像度や迫力も8点と高めになっています。低音から高音までバランスいいですし、JBL らしい、クールでね、少し固めのはっきりとしたね、このメリハリのある音質になっています。ライブやね、映画館で使われるスピーカーブランドである JBL らしく、迫力もね、しっかり楽しめるのが特徴ですね。ジャンルはロックや J-POP の迫力をしっかり楽しめるし、ボーカルもそのコーラスのハモリなんかもしっかり聞き取ることができます。ただやはり EDM を楽しめるほど重低音が出ているわけではないので、85点とね、少し点数は下げています。ジャズも十分楽しめるんですけど、クラシックはね、もう少し高音がしっかり出ると、よりバイオリンの響きを楽しみやすいと思うので、80点にしてますね。音漏れも少なく、ネックバンドで運動時にもね、安定的に使えて、音の迫力ですね。メリハリのいい音質を楽しみたい方におすすめです。そして、栄えある第1位は、こちら、ショックスのオープンフィット。まさか昨年のランキングでも1位になったね、ショックスのオープンフィットが再び1位になるとは思いませんでしたね。何がいいってね、これとにかく装着感が良くて一生つけてられるくらいいいですね。もちろん10点満点で、スペック表を見るとわかりますが、装着方法が耳にこうやってね、乗せることに加えて、ここの耳の溝に触れるような構造になっています。なので耳の上に乗せるだけと比べると、よりしっかりとした安定感がありますし、耳のこの溝の部分に軽く触れるだけなので、痛みも全く出ないし、装着感は文句なしに10点満点ですね。安定感もね、もちろん抜群で、頭振ってもね、もう全くブレることがないですし、防塵防水性能も IP54 あるので、まあ運動時の汗がついても問題ありませんし、防塵性能もあるので、まあキャンプとか登山などのアウトドアでも安心できます。しかもこれ重量もね、約 8.3g と、今回ランクインした中ではね、最も軽量なので、長時間の使用でも疲れにくいのもポイントですね。そして音漏れの少なさも9点になっていて、JBL と同じで逆位相で漏れた音を打ち消す技術が搭載されていますから、かなり少ないですね。ただ JBL と比べると、少し音漏れが大きいかなとは思ったので、9点という感じですね。正直9点あれば十分実用的で使いやすいと思います。あと機能性は8点となっていて、アップデートで2台同時に接続できるマルチポイントにも対応しました。これはでかいですよね。アップデートでかなり使いやすくなってます。もちろんね、アプリで音質を好みにカスタマイズできるし、操作内容も好みにカスタマイズできます。ただ2タップと長押ししか設定できないので、まあ、アンカーみたいにね、本当に自由に設定できるわけではありませんから、操作性は7点にしています。それから再生時間はイヤホン単体で最大7時間、ケース込みで最大28時間となっていて、少しだけ短いかなという感じですね。まあ、これも JBL と同じで、逆位相の音をぶつけることで音漏れを少なくしてくれているので、やっぱりバッテリーが食いやすいのかなと思います。それでもね、JBL の最大24時間よりは長いですし、ケースやイヤホン本体も結構コンパクトなんですよね。 JBL ってやっぱり再生時間に対して結構ケースはでかいような印象ですね。あとこれがクリアなんですけど、もうクリアと比べるともうケースは2分の1くらいの感じなので、持ち運びも結構しやすいのがポイントですね。音質は低音と迫力が10点満点となっていて、ながら聞きイヤホンとは思えないしっかりとした迫力があります。完全にこの低音重視の方向ではありますが、そこまでウォームでもなく、クールで硬い感じもなく、ちょうどいい質感ですね。表現は繊細というよりかは、もう迫力に振り切っていますが、結構ね、この広がりのある音質なので、窮屈な感じがないのもいいんですよね。ジャンルはね、EDM を楽しむなら間違いなくショックスがおすすめで、他のながら聞きイヤホンでは出せない重低音を鳴らしてくれるので100点ですね。ロックや J-POP もノリのいい低音と迫力でね、聞き応えがあるし、ボーカルの表現もしっかり楽しめます。ジャズやクラシックも十分なクオリティで90点台ですから、オールジャンル楽しめると言っていいですね。ただ繊細さよりも迫力重視な方向ではありますけどね。本当に耳を密閉するカナル型と変わらないと言っていい低音なので、低音のクオリティは一番いいと断言できるぐらい圧倒的にクオリティ高いですね。なので装着感も一番いいですし、すごく軽いし、それでいて重低音をしっかり楽しめるし、音漏れも少なくて、価格はですね、25,000円以下で、高すぎないので、製品のバランスがめちゃくちゃいいですから、ナンバーワンも納得できますよね。はい、ということで、ここが一番重要なんですけども、それぞれがね、どんな方におすすめなのか紹介します。まず第5位のサウンドピーツ Go Free 2は、とにかく安くて使いやすい、コスパ最強のながら聞きイヤホンが欲しい方におすすめですね。装着感も十分いいし、マルチポイントにも対応で、アプリで音質もカスタマイズできるし、価格を考えれば十分すぎるほど使いやすいです。音質はボーカルの表現をしっかり楽しめるので、歌を中心に楽しみたい方や、ラジオなどの音声コンテンツを楽しみたい方におすすめですね。4位のアンカーサウンドコアエアロフィットは、再生時間と防水性能、好きな
カラーを使いたい方におすすめです。アンカーらしい最大42時間と圧倒的に長い再生時間で、充電の手間も少ないし、 IPX7 の防水性能でランニングなどで汗がついたとしても水洗いできるので清潔に使用することができます。アプリで音質のカスタマイズやマルチポイントにも対応しているし、立体音響も楽しめるし、それでいてね、 16,990円はかなりコスパがいいと言えますね。第3位のクリアアーク2は、とにかく音質重視の最高スペックの流れ聞きイヤホンが欲しい方におすすめです。アプト X アダプティブやアプト X ロスレスなど高音質コーデックに対応している流れ聞きイヤホンは相当珍しいですし、ヘッドトラッキング対応の空間オーディオに対応しているのも珍しいので、音質重視の方には最高ですね。3つのモデルがあり、スポーツをする方向けの除菌機能や、ゲームや映像をよく見る方向けの低遅延にできるドングルが付属するモデルもあり、用途に合わせて選べるのも魅力となっています。ただその分妥協なく作っているので価格はかなり高めで3位になりましたね。第2位の JBL サウンドギアセンスは、とにかく音漏れが少なくて、ネックバンドも使いたい方におすすめですね。音漏れは明らかに JBL が一番少なかったので安心して使えると思いますし、ネックバンドを付け外しできるのでランニングなど運動する時も安心して使えます。アプリで音質や操作内容も好みにカスタマイズできるし、マルチポイントにも対応しています。それでいて価格がちょうど2万円なので、逆位相で音漏れを打ち消す機能が搭載されていることを考えると、かなりコスパがいいのもポイントですね。そして1位のショックスオープンフィットは、最高の付け心地と音漏れの少なさ、そしてながら聞きイヤホンと思えない重低音を楽しみたい方におすすめです。装着感は文句なしの10点満点で、ここは骨伝導イヤホンを長年発売してきたショックスだなと思いますね。しかも今回ランクインした中では一番軽量ですし、ケースもコンパクトで持ち運びもしやすいんですよね。逆位相で漏れた音を打ち消す機能も搭載で、 JBL ほどではありませんが、それでもかなり音漏れは少ない方に入るので使いやすいと思います。音質はもう耳を密閉するカナル型と同じくらいの重低音で、明らかにね、他のながら聞きイヤホンでは出せない音質なので、ながら聞きイヤホン特有の低音が薄い感じが嫌な方はショックスがいいんじゃないかなと思います。正直音質のクリアさ、まあ細やかさというかね、解像度の高さで言えばクリアアーク2が一番良くて、音質のクオリティはめちゃくちゃ高いんですけど、やはり結構高価ではあるので、値段を考えるとショックスだなと思いましたね。はい、ということで特徴がはっきりしているので、自分に合うね、ながら聞きイヤホンが見つけられたんじゃないかなと思います。最後に通話音質を本当に軽くなんですけど比較して終わりたいかなと思います。はい、まずこちらがですね、サウンドピーツ GoFree2 で録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、こちらがですね、アンカーサウンドコアエアロフィットで録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらがですね、クリアアーク2で録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらがですね、 JBL サウンドギアセンスで録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、でこちらがですね、ショックスオープンフィットで録音した音声になります。音声の感じはどうでしょうか。はい、ということで通話音質は JBL とクリアアーク2がかなり良くて、ショックスあともう少し良くなればいいかなっていう感じですね。これはしっかりこの点数にも反映されてます。仕事などでね、まあ通話とかでよく使うっていう方は参考にしてみてください。下にね、製品のリンクと、あと各製品のより細かいレビュー動画のリンクも貼っておきます。商品を買う前にもうよりね、しっかりとしたレビュー動画も見た上で、納得した上でね、購入した方が安心できると思うので、ぜひね、下のリンクからチェックしてみてください。それではこの動画良かったと思う方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ラモでした。